しました。他说，经过两年，他就改名叫做欧亮丽的名物工厂。啊。またその名前の由来ですが、2500通もの一般公募の中から南の空に輝く星座オリオン座より決定いたしました。他说他取换这个名字是什么？欧亮就是星座的，里面有一个名字叫欧亮，他就改做这个星座。1957开始，1959他就改为这个星座里面叫欧亮。你在天上的那个星啊，它的名字叫欧亮那种。では次皆さん手前のパネルを見てください。最初の見学のルートで。あ、皆さん。最初に看这里。最初の。ありがとうございます。给锤的地方，快点拿给锤。探しに来てた。他说他看到我的安心，派出去拿给锤。这搞工厂不能随便有人呐。他只是这样。はい、じゃあ皆さんまず最初原料のお部屋です。ご案内いたします。现在开始原料粉碎大概是这样。この後矢印の順に仕込み、然后就开始发酵、然后就煮酒、然后就过滤、瓶詰め、然后就是装瓶、装缸、这叫缸、这叫瓶、叫做缸、这就缸、缸的阿鲁米缸、过来这就ジョッキ、生ビール一杯で飲む。はい、乾杯します。乾杯。はい、じゃあまず最初原料のお部屋からです。一共何回し、一度一回し。